はい、というわけで今週の、バックパックバトルズのベータ版の情報が来ました。新アイテムダンシングドラゴンが来ましたね。なんか面白そうなアイテムです。で、通常アイテムとしてボルペンティンガーっていうのも来てます。ボルペルティンガーか。で、これは調べてみたところ、ウサギにコウモリの羽が生えたような、なんか架空の動物っぽいんですよね。で、今回ドイツ語のローカリゼーションも追加されたらしいので、なんかドイツ語っぽい架空の動物が追加されたんかな、その記念に。で、ダンシングドラゴンが出やすくなってます。今週ここは一番試したいとこっすね。で、フルートが同じ効果を連続して複数回実行しなくなり、ブロックは増えた。弱体化なんかな、ちょっとわかんないっすね。なんかランダムで生成されるっていう感じになるんやな、フルートは。で、ミスターストラグルズは 50% を下回ると3秒間攻撃速度が増加で、疲労が始まったら増加しなくなったやから、 50% っていうのは多分自分の体力やと思うんですけど、自分の体力が 50% 以下、あ、相手かな、どっちかやね。皆さん 50% 以下になると3秒間攻撃速度が上がる。で、強力な秋のフラスコは、相手の回復力を 30% 下げるっていう効果が追加されたんかな、まあ、弱かったからな、ちょっとな。で、癒さずの杖、ダークセーバー、悪党の剣あたりはクールダウン、スタミナコスト上がって弱体化。エグスカリバー強化、パンダモニウム、ファルコンブレード、燃えるトーチ、この辺全強化で、ルビーの一かけもずっとダメージがプラスされてますそれでも使われないのか。で、クロスブレードはクールダウン下がって、ファンシーベレンシングレイピア、大きなグレッソコスト下がって強化って感じですね。まあこの辺の細かいところ見てもしゃあないんで、とにかくユニークアイテムのダンシングドラゴンか通常アイテムのボールペンティンガー、ここ見たいので今日やるのはそこやろな。まずボールペンティンガーが普通のアイテムやから、この辺におるはず。いった、これだあ、ググったらこんな架空の動物出てきた。持っているバフごとにスタミナ回復が 1% 増加。うん、そうやんね、まあ、バフを積めば積むほどスタミナも回復しやすくなるってことなんやろうけど、3秒ごとに自分の持ってるバフの中で少ないものから3つランダムにバフを得られて、で、バフ持ってるだけスタミナ回復も早くなって、で、自分の周りにいるペットの数だけボールペンティンガーのトリガーも早くなるって感じかな、多分ね。ランプと同じような感じでバフを詰めるってことでしょう。で、ダンシングドラゴンはダメージが高い、でスタミナコストは2、結構高いね。運かける2だけデバフをレジストできる、お、強いね。で、スタートオブバトルでヒートと、おー、あ、星の数だ、星のマジックの数だけ、星の場所のマジックの数だけヒートとラックを得られる。強くない、この子、この子強そうちょっとレンジャーで今日はやってみようかなと思います。いくぜ。まあ出たやつ使うかねえ。で、ウサフン、で、人参買っといてよっ。あ、これはね、スコップ作るわ。よし、スコップ探検でいきます。オッケー、これで勝てるか。グーバスさん、こんなに早いグバさん、さすがに飼えないな。今回ペット解体構成ではあるんやけどね。スタミナないよ。これは負けたね。武器触れなくて負けました。で、相手も耐久、おお、一気に振り切った。一回攻撃してかで、ね、最初にドドドドって一気に攻撃したんやけどね。人参ところがバナナやったら勝てたな。惜しい。さて、バナナは欲しいな。カバン引きに行こっか。よし、で、これ乗っけといて、あー、豚の貯金箱も欲しいけど、いや、行こう、これで行け。スタミナ、バナナがあるおかげでまあまあ武器振れんじゃない今回は。やけど盾が強いな、これ。どうだ、行け、殴れ、殴ったら8、オッケー。あぶねえ。ベータ版やからちゃんとみんな強いからな。よし、耐えた耐えた。お、砂いいっすね。で、スタミナバッグとか買う、盾買って、盾買って、石とこれ打って、あ、売らなくてよかったわ、ミスった。まあいいや、盾でいきます。これでいこう。
でさらに武器が振り切れるようになる。スタミナ足りない現象は起きないから、向こうスタミナ足りなくなってない。うわー強いね。フライパンもういらない。毒薬早くない？なんかこれ来たな。で豚ちゃん買うか。でアーマーじゃないな、武器は十分。ペットグバさん欲しくなってきたな。このまま行くわ。ちょっといいね、これでラッキーピックになろう。さらにこれも欲しいね。青トーチにしちゃいたいわこれ。どうだ。あーこれ豚のところにラッキークローバーもう一個置いて体力増やせたな。置き方失敗してる。うん強っ、うん強っ、強くない？めっちゃ積んでる相手。起きた、いいっすね。じゃ縦のチャンス上げて、んでこれとこれ置いてこうかな、こうやね、こうして掛け縦にしちゃおう。縦でガンガン防げ。縦の防ぎが強くなってるはずやから、まあまあ相手のスタミナも奪うやろうし、いけ縦防げ頑張れ。うん縦まあまあ起動してるぞ、いい動きしてる。スタミナは奪ってないけど普通に防御してくれてる。ナイス、強いっしょ。結構縦働いたよな多分俺は。お、なんかめっちゃ増えてる。おおめちゃくちゃ細かく見れるようになってる。おーすごいね。はい、なんかすごく細かく見られるようになってます。さてんでこれマジックトーチ燃やして、石炭買ったっていい。カスタマーカードいっぱい引いてユニーク引きに行きたいんだよね今回。あ来た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 、あれこれも来た。あ素晴らしい、欲しいもの全部来てくれる。あとグバさんやな、グバさんも来てほしいんやけど一旦これでいきます。毒、ほう毒を与えてくるのかい、あなたどうするんだい。毒重いな。人参クレンズしてくれ頑張って。人参2本やったら勝てた案件ならへんこれ。うん人参2本やったら勝てた案件な気がするな今のんな。グエーコラプテッドクリスタル別にいらないっすね今んところ。うんそれよりも普通にカバン買って拡張するか。こうして燃やして、んストーンスキンポーション欲しいけどまだいらんな。そろそろシャベルを別の武器に変えたい時期ではある。槍に変えるか、レア高いから。ここもう一回引きに行く。おお来たボルペンティンガーや。噂のボルペンティンガー絶対使いたい案件なのと、これ安いのと、ライトセーバーにするのは全然ありやな。大いにありやな。ライトセーバー、砂そんなにないけどね。リジェネもない。あ、リジェネもないか。弱いかな。でも、槍よりは強い。半額なら買う価値あるよな。ってことで、とりあえずこれでいきます。ただ次で負けそうな予感がする。どうだ？ハンマー。だが、強そう。いけ。いや、でもスタミナなくなって。うん、強い。縦で防げ。あい攻撃を振らせるな。オッケー、あーよかったなんとか貫いたね。あぶねー、ちょっと火力が足りねえよ俺。ハンマーでぶん殴られてて、縦でダガーとかの攻撃防ぎながらなんとかスタミナ枯渇させたね。あーどうしよう、ライトセーバーのためになんか今回ペット構成にしようとしてるからさ、メイン武器何にするかすげえ迷うんだよな。安いからライフバインダー買うか。そうやな、ライフバインダー買ってみるか。なんか、方向性が見えないけど。で、ワグバさんも来た。何？これはね、ライトセーバー買って、ライセ買う、これ買う、これ必要なのでね。あ、おい！いいね！これちゃう？
これちゃう？まあ、うん。これで5つ発動するから、まあどっちでもいいんやけど、これかな。これで5マナと、5ヒール来る。それで、5マナでマジックトーチも発動するし、リジェネ3つ分使ってブラインドも与えるから一時的に攻撃力も高まるし、これでいける。レアがまだ高い状態やろ。待って、これカバン欲しいな、次。ウバさん買うべきなんやろか。まあいいか、行こう。勝てるか。行け。よし、リジェネのおかげで。うわ、強い強い強い。やっぱライトセーバーちゃんと使えば強いな。まだ序盤やしね。素晴らしい火力が出てる。マジックトーチで火力が上がって、ん？最終的に？あ、全然火力上がってないわ。普通にライトセーバーがいい火力出してる。素晴らしい。クリティカルチャンス34でクリティカル出してくれてるしな。素晴らしい。でや、ボールペンティンガー買うんやけど、え、グバさんも勝った上で、カバンを追い求めに行く。あ、来た。カバン来た。ウォルペンティンガー2匹目来たんやけど。何？ちょっとカバンなさすぎるね。進化界として諦めるしかないか。レアがまだ高い。あ、グバさんは来てくれたから。でもこのカード自体が欲しいんだよな。ダンシングドラゴンもね、なんとしても欲しいしね。よし、ちょっとこれでいってみます。ユグドラでそれなりにマナが溜まれば、トーチとライトセーバーで買ってくれると思う。この序盤であれば、うん、いい火力、いい火力出てるね。素晴らしい。勝てる勝てる。いいよ。さあ、このウサギちゃんの力ってなんか出てるんかな。とスタミナリジェネレーションがこの辺、ウォルペンティンガーさんの働きを見たいよな。ウォルペンティンガー。最初に吸血とヒートと、おー、エンパワーゲットしてる。エンパワーゲットできんのやっぱでかいな。うん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 。エンパワーはね、ダメージが上がるからね、これ。はー、で、そんな。内バフをどんどん追加していってくれてんやんな。で、ペットがいるから結構速度は上がってるはず。あ、この子もピを置くことで、ボールペンティンガーの速度を早めてるね。ボールペン、ボールペン。で、バフ祭り。バフ祭りになってきて、そっか、リジェネとかもバフやから、なくなったら一応追加してくれんのか、ボールペンティンガーが。で、いろんなバフが押しなべて増えていってんのな、これな。なるほど。なるほど。そうなんだ。いろんなバフがどんどん増えるのって強いんかなって思うんやけど。とりあえずこれ買います。で、とりあえずこれ買ったの、もうカバンがないってなってしまった。今回はね、こいつがコンセプトやから買うのは買い決定で。で、ここら辺もね、ゲームを壊す鎧も欲しいんやけど、それやってる前でちょっとお金足りなさすぎやろ。どんだけいるねん。カバンくれ。うわ、カバン、スタミナバッグか。これか、打ったら6やけど。あ、ボールペンティンガーで起動したらいいんか。そうだわ。どうこれ。この子3秒やからね。うん。で、しかも、こうすることにより、この子ら、早なるしね、お互い。おぉ、ハイパーペット構成で。で、この子たちも、エンパワーかかるからね。すっげえエンパワーかかるんじゃない？これで。あ、いいやん、いいやん。いいやん、いいやん。で、ええやん、ええやんもいます。からの、こうして、ユグドラシルはこう。おお、悪くないね。ランプでさらにバフ。あー、なんかもう、ランプと合わせて、無尽蔵にバフ積んでくぜ、みたいな構成も面白いね。これもトゲタで売っちゃうわ。んで、4。カスタマーカード。おかずでいきます。まだ。もう一個カスタマーカード来たら、後半でドラゴンちゃん来てくれるかもしれんからな、ダンシングドラゴン。これでいこう。さあ、どうだ。
タロット構成そんな、うわ、でも強いな、ヒート、お、うーん、強い、こっちの方が強い。さあ、どれぐらいバフがなんか平均してバフ増えていくの面白いな、これ。いいね。んで、あー、ちょっと飛ばしちゃった。まあ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 。まあ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 。で、グバさんもう一人か。これはね、向けなくてよくて。ランプでも、なんかバフが積まれますと。まあ、リロールかな。宝石箱集め出すのはありなんやけど。いや、ちょっと待って。俺はユニークが欲しい。ドラゴン引きに行く。すべてはドラゴンのために。おー出るね、君。じゃあ、使おうじゃないか。だってさ、むしろゴッドリーの確率上げてないのにな。で、シトマスカバンも取り回しがいいので、ちょ、次買おう。3頭目来ました、ウソギ。ウサギあ、ウサギ2頭が来た。いや、ユニークカスタマーカードも積んでる。いいなぁ。いいな、それ。だけど、こっちの方が火力があるっす。まだスコップ使ってんでしょ。それは弱いわ。ウサギ買うために武器に金使えなかったね。ちょっと、それはちょっと弱いっすね。リジェネはガンガン使ってる。そっか、でも、リジェネガンガン使って、ライトセーバーで、この、デバフブラインド与えるけど、この子たちが、俺の持ってるバフの中で一番少ないやつを原因してくれるから、リジェネ増やしてくれんねやんな。ボールペンティンが。この状態。増やすじゃん。リジェネ使ったじゃん。この後にボールペンティンガーが発動したら、あ、ちょっと発動機会なかったけど、ライトセーバーがリジェネ使う、ああ、リジェネないね。他のバフはあるのにね。で、またボールペンティンガーが増やしてくれて、で、またライトセーバーが、うん。っていうサイクルになるんじゃないかな。なるはず。なるはず。ドン。まあ、こうよな。アンパ来世に向けないんですか？うん。向けない。まあ、どうせ発動しないっていうのと、発動してラック減るよりは、ラックあった方が強いかなってことで。ランプは、他のバフ集めるようです。で、この子が他のバフ集めてたら、足りなくなったバフをこの子たちが補充してくれるので、リジェネを補充してくれるんじゃないかなと。そしたら、ライトセーバーが発動するっていう。まあ、なんかあんま最初一手してなかったんですけど、結構いい構成になってる気がする、これ。結構いい構成になってない、これ。あ、トゲベラドンナ。どうだ？で、リジェネ集まんじゃん。ライトセーバーが使うじゃん。で、増えるじゃん。はい。うん、でもいいね、いいね、いいね、いいね。あ、いい連携してるぞ、これ。おー。ね、最初にユグドラシルがリジェネ稼ぎます。で、ライトセーバーが振られて、ブラインド与えます。んで、また、ウォールペンティンガーがリジェネ稼ぎます。で、相手のブラインドの、これ効果消えたけど、またライトセーバーがリジェネ3つ使って、ブラインド与えます。攻撃します。うん。の繰り返しをしてるから、ずっとライトセーバーはリジェネを使って相手にブラインドを与えて、で、相手にあるブラインドの分だけ攻撃力上がってて、できてる。あ、なんか、何気に、いいですね。いいですね。あれでもなんかこれさ、ん？火力がどれぐらい上がってるかっていうのを見れなくなった？これ基礎のダメージしか書いてないよな。いいね。こういうの見れるようになった。ただ、ここに合わせても、最終的にどれぐらいの火力になったんかっていうのを見れなくなったんか。なんか変わったね。かなりいい構成なんですけどね、アイテム。毒漆で。おー、しっかりと、パイナップル3つでね、ベラドンナと合わせて。めっちゃ組んできてんのに。勝てたね。で、相手ノコバあるからさ、リジェネ、奪われ。最初にバンってリジェネ貯めて、それを徐々に使っていく構成だと、ノコバに取られちゃうんやけど、使う、生成する、使う、生成するで、必要な時に必要なだけ生成してるから、そのノコバが間に挟まらなければ、リジェネ奪われなかったやな、これ。なんか非常に、いいのでは、これ。めっちゃいい構成になって、なんかヴィランソード来たんやけど。いや、お前じゃないな。お前じゃないな、残念ながら。もう遅いわ。最初の方やったら強いんやけどね。ちょっと君じゃないねん、ユニーク。
マナめっちゃ貯める必要もないもん。マナも必要なだけ、ウォールペンティンガーが出してくれるはず。なんぼくんね。じゃあ、君が入る場所、ここね。OK。もう置くか。カスタマーカード。んで、もうウォールペンティンガーひたすら引きに行くか。これ。ちょ、行け、ウォールペンティンガー。うさぎ小屋になってきたな。ニングマさんが囲まれてる。うさぎくん。お、ドラゴン？いや、これは、ん、いや、強いか。うん、強いっすねー。いい火力出てます。このうさぎ小屋、リジェネなくなんないからね。見てこの平均的に追加されたバフの山。すごいっす。あいつマジックトーチもいいダメージ出てんねよな。なんか、最終的にどんな火力になったかっていうの見れないの嫌だな。ダメ、36クリティカルダメージだから、これも18ダメージ与えてるから、それぐらいの火力にはなってんだけど、それが見えなくなってる。クリットチャンスとかはね、見えんのにね。バグかな？クリティカルチャンスはちゃんと上がってるの見えてんのに、なんか変わったかな？よし。オッケー。じゃあ、とりあえず、ウォルペンティンガーさんを買います。で、こうだね。こうで、こうして、ここに一マス欲しいな。クローバー1個抜きですかね。で、クローバー2個分やしな、この子な。で、石炭燃やすか、1個。で、これでいきます。ゴー。さあ、ボールペン、おー、ボールペンティンガー多頭買い。でも俺の方がね、買い方がいいと思いますよ、これは、オクトパスさん。ねえ。あ、でもそっか、ピオもいんのか。向こうの方が動物園やったわ。動物は向こうの方が多いけど、やっぱね、仲良しさせてあげないと。なんすかその間のバナナ。ダメですよ。ボールペンティンガーで起動した方がいいっすよ。あ、これ、そうやな。ボールペンティンガーで起動するっていう発想になってなかったんかもな、これ。そうやね。この右側にボールペンがいないもん。そうよ。ボールペンで起動いいんすよ。先生。この子たち強いですから。しゃ。行くぜ。んで、早回しカバンか。あ、来たわ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 、来た。見てなかった。んで、王冠も欲しいな、欲しいね。ダンシングドラゴン最後だけでもいいから見たいな。来てくれへんかな、ユニーク確率。次で上がるっしょ。で、残りのラウンドで、うわ、強い。うわ、負けた。マジか。うわぁ、強いね、スペクトゥルダガーのハンマー。で、ロングソードで、スタミナすごいな。あー、なるほどなぁ。普通やったら全然スタミナきついところを、スタンダガー構成で、あ、ボールペンティンガーさんのさ、スタミナリジェネレートの機能？そう。バフがたくさん増えて、スタミナリジェネレートできるようになってるから、それのおかげで相手結構スタミナ持った状態でハンマー振りまくって、スペクトルダガーで切ってきて、マナもしっかり貯めて、おー、いい使い方してるな、ボールペンティンガー。ボールペンティンガー、そっか。スタミナポーション1個だけで余ってるもんな、なんなら。まだ全然振れますよ、みたいな。ハンマーにさ、ヒーローソードまで置いてんねんで。あ、これ、スタミナの泉やね。え、なんなの俺、スタミナ余裕ありすぎるからさ、ライトセーバーもう一本置いていいんだよな。強いね、これ。なるほど。そっか。スタミナの湧き出る泉があるので、こいつ、リブソブレードとかボコンって置いたってまだ触れるよ。スタミナ湧き出てるから。弓はありか。ここやんな、置くとしたら。わ、弓、ここ置いたらややこしいで。いや、置こう。うん、で、オルトナの音調に進化させて、どうしようかな。これむずいな。あいや、買うよ。もちろん買うよ。ドラゴンな、ここで帰ったら18ラウンドで生まれるんやけど、
ちょっと買う金ないねんな。いけ。まあ、スタミナは全然持つよね、これ。きた。ヒート構成の相手。うわ、ヒートの数だけ。こっちの方が火力はあるはず。そうやね。いや、全然スタミナ余裕やわ。すげえ。スタミナマジで余裕やな。ライトセーバーもう一本置けるな、余裕で。そっちの方が強かったな、多分。でも、まあ、音長くんが頑張りますよ、ボルトナ。ああ、いい火力出てるよ。うん、来世に負けない火力出てるから。ボー&アローの時点で出てるからさ、これはいいんじゃないか、結構。はい、来ました。で、うさぎ、うさぎ、うさぎはまあ、ここかな。はい。で、王冠がそんな仕事多分してないから、押して、王冠打ってランプもう一個置くか。これでいい、これでいい。いけ。いけ、うさぎ小屋。お、出た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 。はい。毒うるし、毒パイン構成だが、それは、あ、強い。あ、強いね、毒パイン構成。マジか。相手はベラドンナの、と毒で攻撃してきてて、こっち守りがないねんな。うわ、ホルトナのグレイスが全然、火力出せてないね。マジックトーチがクリティカル出せてなかったんかな。まあ、ちょっと運も悪かったかな。そうやね。マジックトーチがクリティカル出せたら強なるんやけど、出せてない。ああ、序盤から出すんやったら、もう一個、どんぐり欲しいか。ここにどんぐり置きたいよな。そっか。グバスさん、いらない。どんぐりもう一個置きたいな。安の子あるけど、いやいや、もうもう。どんぐり。置くとこないって。置けないけど置きたい。置く。置くわ。これは。これ縦置けないから打って、なんか出るかな。ライセ、ライセ、安ライセ来るんや。ライセ日本の方が強い説今更やるか。まあなんかここでこれ運のもったいないけどね、6円。まあしゃあないな。この瞑想感のある構築ですが、行きましょう。で、エンパワートラック。うん、これもいいと思う。赤番や。結構。うん、これでいい。すごいウサギ小屋できた。これでまあまあ自然もあるんやな。よし。行くぞ、ウサギ小屋。レッツゴー。頑張れ、スタミナは十分にある。結構ウサギのスタミナジェネレートがバカにならんだよな。あ、この装備、この装備じゃ勝てないんじゃない相手。すごいすごいウサギ。あ、でも、あ、負けた。マジか。何、普通に組む方が強いってこと？進化してないドラゴンやしね。めっちゃ強いね。普通に組んだ構成って。なんなん？でもスタミナパンパンやから、これね、ウサギ小屋作ってライトセーバーなんならもっともっと置けたな。バカみたいに置けたな。ちょっと、そこが範囲かもしれん。まだまだ武器並べられた、俺は。んで、ハイパー火力アタックをできたね。殴り続けることができたから、あ、ウサギグレソとかありなんか。スタミナの余裕すごいもんな、ボルペンティンガーによる。このドラゴンの速さってもともとどれぐらいやったっけ？ 1.83、 2秒とかやんな。めっちゃ速なってんな。初期バックに2本目のライス乗せなかった。あ、ほんまや、俺初期バックに2本目のライス乗せてないんか。あ、これ構築ミスですね。そっか。あ、ほんとだ。そしたら、火力、そうね、クリティカル出てたらワンチャンあったかもな。まあ、結
構差あるんで負けてた気はするけど、ちょっとミスってたかな、構築。だけどおもろいな、これ。